それでは離陸していきたいと思います。この視点で離陸したことが今までなかったので、ちょっと離陸できるかどうか心配ですね。おはようございます、シムパイロットキヨキヨです。さて本日は後ろにありますキャプテンシムさんより発売された C130 キャプテンエクステリアについてレビューを行っていきます。先に結果だけお伝えいたします。今回ご紹介する C130 については万人向けにお勧めできる機体ではありません。どうしてそのような判断に至ったのか、これから内容を確認していきます。まず外観から確認していきたいと思います。この C130 別名ハーキュリーズについてですが、4発のターボプロップエンジンを搭載しており、短距離での離陸そして着陸ができる機体になっています。この機体は有料で1900円ぐらいします。またアドオン名にあるエクステリアについてこの先ご紹介いたしますが、大きな意味を持っています。機体の表面ですが、テクスチャーをただ貼り付けたような形になっており、画質も少し粗いような感じがします。またリベット類などの凹凸についてはこの機体で確認することができませんでした。この機体は貨物ドアなどを開けることができ、このようにアニメーションがあります。それでは中を確認していきたいと思います。中についてはこのようにある程度作り込まれています。赤いネットやベルト類については 3D 化されておらず、テクスチャーを貼り付けた状態になっています。こちらがコックピットとなります。一番気になるものとして、パイロットがなぜか2人重なっています。外に出てみると理由がわかります。この C130 についてはデフォルトのパイロットとアドオン機で追加されたパイロット両方が表示されるようになっています。そのためパイロットが二人羽織しているような状態になっています。これが仕様なのかどうかわかりませんが、直してほしい部分です。ケーキを確認してみると画質が荒いため、今機体がどんな状態になっているか確認することができません。オーバーヘッドパネルについてもただ画像を貼り付けただけになっており、少し物足りない状態になっています。この機体のコックピットについて少し心配になってきました。それではドアを閉めてコックピットに向かいたいと思います。少しショッキングな内容が含まれます。はい、こちらがコックピットの内容となっています。あれと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、こちらがキャプテンシム C130 でコックピットを選択した際の画面になります。これは何か変ということで、公式のページを確認するとこちらにノーバーチャルコックピットエクステリアモデルオンリーと書かれています。そもそもこの機体にはコックピット自体が存在していないのです。アドオンの後ろにエクステリアがついている理由については、おそらくコックピットが設定されていないため、このような名前になったのだと推測されます。周期分がしっかりと記載されているため商売的には問題ないと思いますが、この売り方には少し疑問を感じます。機体の操作についてはこの画面で操作を行っていきます。それでは離陸していきたいと思います。この視点で離陸したことが今までなかったので、ちょっと離陸できるかどうか心配ですね。120ノットぐらいになったら離陸できるようです。離陸後はギアアップするのですが、この画面では少々見づらいのでカメラを変更します。問題なくギアアップすることができました。では少しだけ機体を振ってみたいと思います。画面用意にご注意ください。ガチャガチャという音が聞こえてきますが、こちらはマイクロソフトフライトシミュレーターで小型機を飛ばした際聞こえる音となっています。またエンジンの音についてもマイクロソフトフライトシミュレーターのプロペラ機の音となっています。
この視点で機体を飛ばしているとアーケードゲームを遊んでいるようなそんな気分になります。それでは着陸していきたいと思います。この機体にはコックピット視点がないので、この画面でなんとか着陸してみたいと思います。無事に着陸することができました。最後に評価です。この機体については初めにもお伝えした通り、私個人としてはあまりお勧めできない機体となっています。その理由ですが、有料機体なのにコックピットの視点が用意されていないということ。コックピットを外から覗くとパイロットが二人羽織しているような状態になっていること、そしてエンジンの音がデフォルトの音を使用していること、この3つの問題があります。全体的に1900円ぐらいする有料の機体ですが、完成度が低い機体になっています。このアドオンにアップデートがあるかは不明ですが、コックピットを早急に追加していただきたいと思っています。キャプテンシムさんがなぜこの品質でリリースしてしまったのか少し疑問に感じています。キャプテンシム製のアドオンについては、すべてマイクロソフトフライトシミュレーターのマーケットプレイスに登録されているため、いずれこの機体も登録されるとは思いますが、その際に改善があることを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。